ユーロを普段はやっております。和沙織師ということをちょっと去年から名乗り始めたのですが、和沙織というのが天照大神がお隠れになった時に雨のうずめの御事様が和沙織すという形で書かれている和沙織という言葉です。漢字にすると俳優と書いて和沙織と呼びます。で、和沙織師とは語りと音楽で神や人を楽しませ祝福する人というのを勝手に作りました神話や昔話で日本人の心を伝えてまいりたいと思います。で、本日はですね、今歌舞伎座に出てるんですが、今日は第3部ということで今の時間空いていたので、私の、パートナーでございます、主人の木根谷英十郎を連れてまいりましたはじめまして、木根谷英十郎と申します。本日はちょっとお耳をお持ちで着席させていただきます。私もすみません、自己紹介ですけれども、今年で仕事に入って、36年目になります。ほぼ、36年間年間だから1週間か2週間ぐらいしか休みがなく、今までずっと歌舞伎の公演に出てるんですけれども、去年ですね、このコロナの影響で、戦争以来初めてなんですね、歌舞伎座が休業したというのが、で3ヶ月休業しまして、初めてその3ヶ月のお休みっていうのも初めての体験だったんですけれども。36年分のお休みをいっぺんにいただいて、うちがなんか、トイレを掃除をしたり、片付けしたり、そんなことで、で8月から歌舞伎座が開場しまして、いろいろ不自由なことがあって、規制がいっぱいまだかかってたり、楽屋内の感染予防の、普段今までに経験のないルールを取り決めがある中、今、興行が続いております。これは一昨年頃でしょうか、猿之助さんのお芝居で地獄に行く場面っていうのがありまして、地獄で亡者が踊るところで舞台にこの格好で並んで頭に三角までつけさせられました大変恥ずかしかったです。嬉しそうです。これは歌舞伎座の今の楽屋ですね。で後ろに三味線棚、普段僕たち引きはもう全部歴史上に置きっぱなしで、こういう長い状態のまま、この棚に全部入れておきます。この棚が3つありますので、常時楽屋に、30丁近く三味線が、普段興行の時は置きたくなる状態になります。大変散らかってるんですか？はい、僕たちは普段仕事といいますと、さっき頭に三角つけてこういう二人をつけていて、舞台に並んで演奏する仕事のほかに、プロミスというところで、舞台に向かって、左手ですね、その手に黒い部屋があるんですけれども、その中でお芝居の進行に合わせて、すべて生演奏で、三味線、歌、あと何者さんか、鼓とか太鼓とか打つ、打っているような形が、あの中に常時通しまって、一番多いとすると15人ぐらいあの中に入って、お芝居の進行に合わせて、普段演奏をしております。でこれがそのプロミスを、客席の方から見た。ふだん、普段お芝居いらっしゃったことのある方というのはお分かりになるかなと思うんですけれども、このすだれの中に、最前列の三味線が3人座ってますので、それが、これは、秋田の後楽館という古い劇場があるんですけれども、そこの黒水 で、ここはとにかく昔の芝居小屋ですので狭くて、
普段 の, あの僕たちの仕事の編成ではちょっと入りきらないようなところなので、もう狭いところでいっぱい使ってこう仕事をしております。ということで、あの去年から配信、歌舞伎の音楽で浅草散歩をするとか、そういうような配信をしたりしておりまして、あとアートにエールを東京プロジェクトというのがあるんですが、それの個人版にあの2人で今からやります古事記の、冒頭の部分をあの東京都で出していただいていますので、アートにエールを、古事記って探すと、まず最初に出てきます。それともう一つ、去年のこれは私の一番のご利益なんですけれども、アートにエールはもう一つステージ型というのがありまして、それは、去年中止になった劇場だったり団体の方がみんなあのお金を東京都からちょっとお金を出していただいて配信のための舞台をやるっていうのがあったんですけど、それが1470団体と応募して300しか受からなかったんですけど、その中の一つに選んでいただきまして、ありがとうございます。まあ、去年の一番のご利益でした。アートにエールをステージ型ということで、アウンハートというアウンハートグループという団体で、それも公開したばっかりなので、やっぱり検索していただくと梅川中兵衛という時代劇をやっておりまして、その中で私は芸者の清葉姉さんという役で三味線を弾いたりしてますので、よかったらあの無料で見れますのでググってみてください。あと来週またあのこの古事記をもうちょっと長く、今度はジャズピアノと一緒に古事記を来週やりますので、ちょうどあの大国の忍び事の下り、愛、3つの愛の物語ということで愛をテーマに来週はやりますので、そんなお知らせをしますので、よかったら LINE 登録してください。ありがとうございます。それではこれから始めたいと思います。はい、12時45分になったら、はい、第3班の人だけ、はい、出ていただいて、残りの方は聞いていただいてて大丈夫ですからね。じゃあそのまま続けちゃって大丈夫ですか。はい、短くしなくて大丈夫。まだ正式参拝済んでない方だけ12時45分になったら私と一緒に表に出るから。電気はもう一回つけたね。はい、電気つけた、はい、あのこれスライドはもう使わないです。わかりました。去年はここで講談のような形でやらせていただいたんですけど、今日はちょっとだけ内容を書いて三味線と一緒にやりたいと思いますので、はい、しばしお耳汚しでございますが、よろしくお願いいたします。それでは古事記を、やがて天と地が分かれると、ピーン、一筋の光が降臨し現れいでたのは雨の御中主の神でございます。雨土初めて開けし時、高間が原になれる神の名は雨の御中主の神、次に高み結す日の神、次に神結す日の神、この御柱の神は皆一人神となりまして、身を隠したまいき、姿なき琴は待つ神が高間ヶ原に次々と誕生いたします。それから尾神と女神の水の神々が現れ、神代の七代の最後にイザナミの御事とイザナミの御事の夫婦の神が誕生いたしますと、ここから国海と神海の物語の始まりでございます。イザナミの御事とイザナミの御事は
天空にかかる雨の浮き橋に立ち、海に雨のぬぼこを下ろし、ぼうろぼうろとかき回し、頬を引き上げると、頬の先から、ほた、海水が滴り落ち、その潮は島を作りました。そのおのごろ島に降り立った夫婦の神は、高い雨の御柱と大きな神殿をお建てになりました。一息ついたところで、イザナギの御子と自分の体に何か不思議なものがぶら下がっていることが気になり、イザナギの御子に聞いてみます。長野はいかにかなれる？するとイザナギの御子は、アガミはなりなりて、なり合わざるところひとところあり。私の体は出来上がっているのに、一箇所だけ何か足らずにくぼんでいるところがあります。アガミはなりなりて、なり合われるところひとところあり。このアガミのなり合われるところを、ナガミのなり合わざるところに差し塞ぎて、国を生みなさんと思う。産むことをいかに。しかよけ。雨の御柱を回り、まぐらい、次から次に神々が誕生し、国づくりを始めます。海の神、川の神、山の神、野の神、雨や風の神、田や畑の神、さまざまな神が生まれ、この国は神々で満ちてまいりました。しかし突然悲劇が訪れます。それは火の神、火の家具、土の神を生んだ時、イザナミは燃え盛る炎で御仏に大やけどを負ってしまいます。痛みと苦しみの中、王とした者からは鉱山の神、垂れ流した糞尿は土の神、水の神がなりましたが、看病の甲斐なく、イザナミはついにかむさりました。イザナギの亡骸を火花の山に葬りましたが、イザナギの涙は止まりません。愛しい妻の命を、もう一人の命と変えるとは、お前さえいなければ、お前さえ生まれなければ、腰に下げた時間の剣を抜き、我が子火の神の首を折って、切り裂きました。首をはねられた火の家具、土の神の体からは炎がほとばしり、辺り一面に真っ赤な血が飛び散り、そこからも新たな神がなりました。それで悲しみが収まるはずもなく、え、むしろ妻のイザナミへの思いは強くなるばかり。亡き妻の姿を追い求め、イザナギの御子は黄泉の国へとやってまいりました。御殿まで進みますと、大きな扉がありまして、その前に立つと、イザナミ、美しき我が妻よ、私たちの国づくりはまだ終わっていない、さあ一緒に帰ろう。すると御殿の奥の方から、あなた、どうしてもっと早く来てくださらなかったの？遅すぎた。私はもう黄泉の国の食べ物を口にしてしまいました。なのでもう戻ることはできないのです。せっかくあなたがここまで来てくださったのですもの、戻ることができないかこちらの神々にお願いして相談してまいります。私を待っている間、決して中を覗かないと約束してください。私の姿を見ないと約束してくださいますか？ああ、もちろん約束しよう。
イザナギの御事は扉の外で待ち続けましたが、待っても待ってもイザナミの御事は出てきません。ただ暗くてシーンとしているだけ。とうとう待ちきれなくなったイザナギは約束を破り、御殿の扉をキーと開け、足を踏み入れると中は真っ暗で何も見えません。そこで紙に刺した竹の串の刃を一本折り、その刃に火を灯すと、何やら横たわっているものが見える。近づいてみると、驚いたのも無理はありません。そこにいたのは、体の腐り果てたイザナミの御事。体中には無数の血がたかり、ゴロゴロ、ゴロゴロ、薄気味悪い音を立てている。よく見ると、8匹の魔物までへばりついている。あまりの恐ろしさに慌てて逃げようとすると、見たな、見ないでと約束したのに、よくも私に恥をかかせたな。恐ろしさに慌てて、いざかきは叫びますと、ロミの国の魔物が飛ぶように追いかけてくる。イザナギは髪飾りのつぶさを最後に投げつけると、不思議なことに鶴が勢いよく茂り、ぶどうが実をつけた。魔物たちが夢中になってむしゃぶりついている間にどんどんと逃げる。傍ら飛び降りた魔物たちがうわーっと迫ってくるので、今度は水屋の串を投げつけると、そこからタケノコがニョキニョキ入る。滝抜くむしゃ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 。魔物たちが食べている間に、イザナギの御事はさらに逃げ延び、出口にもう間近なところまでたどり着く。一方イザナミの御事、頼りにならない魔物たちに苛立って、黄泉の国の1500もの軍勢をイザナギに差し向けます。これを見ましたイザナギの御事、星の戸塚の剣をひらっと引き抜け、いいやいいやと後ろ手で切り立て切り払いながら必死で逃げていきます。ついに黄泉の国とこの世との境にある野物平坂にたどり着くと、そこに一本の桃の木が立っています。とっさに桃の実を見つとって、えいっと桃に投げつけると、いやこれに恐れ、雲の子を散らすようにバラ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 と退散いたしました。胸をなで下ろしたのもつかの間、後ろを振り返ると、イザナギ、腐った体を引きずりながら、恐ろしい剣幕で追いかけてくるイザナギ。これを見るとイザナギはそばにあった巨大な岩をボロ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 ドッシーンと転がすと、道を遮りました。大岩を挟んでイザナギの御事とイザナミの御事、おのれイザナギ、信じていたのに、ただ愛しいあなたと一緒にいたかっただけなのに、なぜ裏切った。あなたには一番この姿を見られたくなかったのに。私はあなたの国の人々を一日に千人殺してみせましょう。イザナギ、ならば私は一日に1500の命を生み出して、この国を
栄えさせてみよう。このことから一日に千人が死ぬ一方で、一日に1500人の人が生まれることになりました。イザナミは黄泉の国の狼として、イザナギは渦潮の狼として全く別の道を進むことになったのです。地上に戻ったイザナギの御事はつくしの火向かへ向かい、清らかな川へ着くと着ているものをスパッと脱ぎ捨て川へ入り汚れを清め、するとさまざまな神が生まれました。最後に顔をすすぐと、アマテラス大御神、つくよみの御事、スサノオの御事、この御柱の神、渦の御子が誕生いたします。スサノオの御事から六代後に大名無地の御事様とその兄八十神がいました。八十神は美しい八神姫を妻にしたいと稲葉に出かけるのですが、末の弟の大名無地の御事は大きな荷物を背負わされ、兄たちの後を随分と遅れて歩いていました。ここで出会うのがもう皆さんご存知の稲葉の白ウサギ。八十神がウサギを一層苦しめたのに対し、大名無地の御事は懇切丁寧に治療法を教えて救うというお話ですが、稲葉の白ウサギは助けてもらった大名無地の御事にこう言います。八十神は八神姫を得られず、あなた様が八神姫と結ばれることでしょう。この予言は見事に的中します。怒った八十神は大名無地の命を騙して、大名無地の御事を騙して命を取ってしまいます。ひどいですね。言いがかりも甚だしい。嘆き悲しんだ母神は天に昇り、神むすひの神に助けを求めます。神むすひの神、二度目の登場でございます。雨土初めて開けしとき、高間ヶ原になれる神の名は、雨の御中主の神、次に高見むすひの神、次に神むすひの神。この神むすひの神ですね。はい。この神のお力で蘇生しますが、またもや八十神に殺され、今度は母神の力で再び生き返るものの、このままでは必ず滅ぼされてしまうと根の片すくに行くこととなります。大名無地の御事はここでスサノオの御事の娘のスセイ姫と出会います。二人は見つめ合うとたちたち惹かれ合い、その場で結婚の誓いをいたしました。関係を見てみますと、大名無地の御事はスサノオから六代下、そしてスセリ姫はスサノオの娘ということで、先祖とのラブロマンスということになりますが、これは神様時間ですので、
この辺は気にせず参りたいと思います。スサノオノミコトは大ナムジに試練を与えます。まず1日目の夜、蛇の間に泊まるように申し付けます。すせり姫は蛇に襲われないための方法をこっそり夫に教えます。蛇が噛みついてきたら、ひれというこの布を3回振ればおとなしくなります。そのおかげでぐっすり高い引き。2日目はムカデと蜂の部屋。これもすせり姫がムカデと蜂用のひれを貸してくれたので、ゆっくりと眠ることができました。スサノオノミコトの試練は度を越していきます。今度はカブラのついた矢を野原に向かってビューンと射ると、さあ、あれを取ってこいと命じました。大ナムジが急いで野原に走っていくと、突然辺りでパチパチパチと火の弾ける音が。スサノオが大ナムジを取り囲む草に火をつけたのです。ゴーゴーと火が燃え、どんどんと近づいてきます。絶体絶命のピンチ、もうダメだと思った時でした。内はコラコラ、外はズブズブ。一匹のネズミが地面を踏むように教えてくれているようでした。試しに足元をドーンと踏んでみると、ズドンとそのまま落ちてしまいました。ほら穴になっていたんです。穴の中に隠れている間にゴーッと火は頭の上を通り過ぎていき、命をつなぎ止めることができました。それだけではありません。さっきのネズミが探していたカブラヤを加えて戻ってきて差し出しました。矢の羽を子供たちがかじって遊んでいたのです。このネズミのおかげで命も助かり、探していた矢も手にすることができて、ネズミ様々です。あなた死んでしまったのね、泣きながら焼け跡にやってきたすせり姫は、目の前に矢を握りしめた大ナムジを見つけ、物も言わずに必死と抱き合いました。これならもう助かるまい。まだ火がくすぶっている野原に出てきたスサノオノミコト、姫と一緒ににこやかに笑っている大ナムジを見て口をあんぐり。これで二人の結婚も認められたかというと、そうではなく、さらなる試練が待っていましたが、ここもすせり姫の助けで切り抜けると、よし逃げよう。すせり姫を背中に担ぐと、生き立ちと生き行きや、さらに天のぬごこをスサノオの御事から奪って逃げます。スサノオは逃げてゆく二人に、おい、お前が手にした生き立ちと生き指はくれてやる。そいつを使ってお前たちの兄を山へ追いやり、川へ落とせ。それから今日より大国主の御事と名乗り、いつもの国を治めよ。そして私の大切な娘すせり姫を制裁とし、大事にしろ。高間ヶ原に届くくらいのでっかい宮殿を作り暮らしがよい。末永くいつまでもな、こいつめガッハ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 ッ。スサノオノミコトは大地が響くような大声で言うと、カラカラと笑い、二人の前途を祝しました。大国主となった大ナムジの御事は、その後3人の妻をお迎えになり、領土を広げていきました。ある日、大国主の御事が出雲の御保岬にいると、海の方から小舟のようなものが流れてきます。その中にはガの羽をまとった小さな神様が乗っていまして、名前を聞いても名乗らず、知っているものは誰もいません。知恵の神様のかかしに聞いてみることにしました。すると、神むすひの神様の御子で少ない御子様と分かりました。皆様もうお分かりですね。雨つき始めて日焼けしときの神むすひの神様です。
大名持ちの御事が八十神に殺された時に命をよみがえらせてくれたあの神様です。大国主の御事が神臼日の神に尋ねると、もう私の指の間から生まれたのだが小さすぎていつの間にかこぼれ落ちてしまった。兄弟となってこの国づくりをするがよい。この国を作り固めなさい。これにより大国主の御事と少ない粉の御事は共に力を合わせてこの国を築き上げました。こちらの神田明神様の少ない粉の御事様、大洗磯崎神社様からお迎えしたということで、去年ですね、こちらの神職の方と一緒に大洗磯崎神社様に行かせていただきましたが、鳥居が海の中にあってとても素敵な神社でした。またそこも皆さんで行けたらいいなと思っております。本日はだいぶ端折りましたが、古事記よりいろいろなところを少しずつ読ませていただきました。もっと古事記読んでみたいなと思われたら幸いでございます。ぜひ正しいものを読んでみてください。本日は貴重なお時間をどうもありがとうございました。自由時間にしていただいて大丈夫なんですけど、せっかくなのでちょっと三味線についてご案内できたらなと思います。三味線はマイクなしだったんですか？三味線ってすごい音大きいんです。ついているとかいうのはなく、この調子を合わせるって言うんですけど、調子もその歌の人の高さによって、変えるので絶対的な音っていうのはないんですね。その僕たち、僕は長唄の三味線なんですけれども、長唄っていうのは必ずその歌の方と三味線とっていうんで演奏するのが今日の形なんですけども、これその歌の方のその歌いやすい高さっていうのがありまして、で、男の人ですと、この開放の音を、ドとかドシャープに合わせます。で、女流の方でもちょっと高いとこれをレに合わせたりします。でもこの今本調子っていう調子がいますけれども、っていうのは、鍵盤で押さえていただいて C にシッと押さえていただくとこの本調子っていう調子になります。あと他に、三味線の調子っていうと、今僕弾きながらなんか頻繁に糸巻きいじってたんですけれども、煮上がりっていう調子があります。ちょっとカラッと明るくなる調子です。この真ん中の糸を一音上げるですけど、これが煮上がりっていう調子で、少しカラッとな陽気な調子になります。で、この調子に戻して今度3の糸をまた下げますと、そのまんまで3下がりっていう調子になります。で、これは少ししっとりしてるというか、色模様ですとか、あと日本舞踊の曲にたくさん使われてる、みたいな、こんな調子になります。で、さっきみたいなのもちょっと陽気な感じはちょっと消えまして、楽器の響きも、ちょっと落ち着いた感じになります。三味線の、この木ですけれども、
ベニの木って書きまして、コウキというあのアジアの方で育つ木なんですけども、ものすごいこの生育が遅くて、あの木の密度が濃い重い木で、あの水にも沈むような木と言われてます。でそれを竿は使ってまして、銅はカリンの木です。これもあの、まあ、名木とかで使われるものすごいこのベラベラ模様の出る木ですけども、それをあの木 の, この年輪を四面に取りまして、あの組んであります。で今日はちょっとまあ外せないんですけど、この銅の中こういう板を張り合わせたんですけども、その中にこの早すぎって言いまして、このギザギザの溝が全部掘られてまして、あの音の反響を細かくするって言いますか、よりなんかこう反響がしやすいように細工してあります。でこの皮は、猫の皮が貼ってあります。はい、まさに猫を飼ってらっしゃるで猫は、まあ、あのちょっと変な話しますと、猫は背中から切ってお腹の皮を使います。でおっぱいが8つありますよね、猫って。で表側にこの4つ、これあの黒い点がおっぱいの跡です。裏側はあのこっちの下半身の方の4つを使います。猫の種類が決まってるんですか？いやなんか昔はよく見せばいいとかいろいろなんかまことしやかに言われてましたけども、で今その一切国内であの禁止になっちゃったのかな、猫国内の皮でもほとんどなくて、なんか外国とか韓国とかから一時輸入されてたりということがありました。動物愛護の観点から猫以外では音が出ない。でそれを今最近そういうのであのいろいろ研究されまして、カンガルーの皮と、うちにもう一丁ヤギの皮のシャビセンっていうのがあります。やっぱりあの猫の皮っていうのが一番薄くて、僕たちが引きやすい、まあ、引き慣れてるのがあるんですけども、やっぱりあのカンガルーもヤギも、ね、あの大きな動物なので大変硬くてですね、これ初めて貼ってみて届いて引いてみたんですけども、やっぱりとにかく硬いですね。で1年ぐらいうちであの稽古用にもうとにかくもう毎日パンを叩き続けて、今やっとこう引きやすくなったかなっていう状態ですね。あとはあの代表的な皮ですと猫と犬ですね。犬の皮で長唄はまあ細い三味線、一番細い三味線なんですけども、まあ、一応その高い音とか、まあ、ちょっと繊細な音を求めるので猫の皮を普段は貼ります。で義太夫さんとか津軽とかのこれより三味線がもうちょっと大きい太棹という三味線はあの犬の皮を、まあ、丈夫は丈夫なんで、まあ、角が激しく叩きますから、あの犬の皮を貼ったり。で、これも象牙なんですけども、これも今あのワシントン条約とそうです、ね。手に入らない。あとこれも象牙ですね。糸巻きの象牙です。外国海外公演にこれ素材をうかつに言うと、あの税関で没収されることがあるって今。これも新しい素材をいろいろ考えて、まあ、プラスチックでこの感触の近いものとか、でこれもそうですね。でもやっぱりこのなんか象牙の素材、この弾力があって硬いっていうのはもう他には絶対できないんじゃないかな。だからいろんな人がやっぱり今研究してあのいろんな素材でバチを作ったりしてるんですけども、やっぱり引いてみると柔らかいんですよね。で厚く硬くするには厚みを出さなきゃいけない。厚くしてもやっぱり増減にはかなわない。でしなって硬いっていうのがやっぱり、あとこの駒ってこの、まあ、ギターのブリッジみたいなもんですけれども、これこんなちっちゃいものですけれども、これも増減です。でこれも中がくり抜いてあって、もう厚みがだから1ミリないようなあの増減細工なんですよね。ちょっとじゃあ今バラしていますね、シャミス。すぐにバラせますので。縫いにくいから。人差し指つけてるのは何なの？滑りよくするために。昔はあの、花魁とか、
そういう時代っていうのはこう地盤の袖を出して弾いてたって言いますよね。これはまあ能の道具というか。指掛けとか指すりとか流派というか、その長唄は指掛けって言いますよね。でもその種類によっては指すりって言ったりします。これ今撮ってますね。すごい。この糸は絹です。絹の糸です。絹糸、ウコンで染めてます。これの本当に全てもう自然の素材でできてる。で金物は、まあ、楽器もランクによっていろいろですけども、銅だったり純金だったりっていろいろ。でこの染めたのはネオといいます。音に糸片にものの棒ですね。でここにこれは結んであるだけです。ちょっと鳴らしています。これが今3つに分かれ、3本継ぎといって3つに分かれますが、昔は2本継ぎとかもっと細かく10個ぐらいに分かれるのがあったりとか、今はもう5本継ぎと8本継ぎとか昔はあったようですが、今はほとんど見ません。たまに古道具屋さんでなんじゃこりゃみたいな感じで言ってるだけで、で、今ここ見えますかね。ここが凸凹になってるんですね。2段が刻んでありまして、ここにも凸凹になって、これが両方隅になって、合わせるとくっついて、すごい技術ですよね。なんとか大工みたいな、宮大工でこれは中に純金が入っているんですけど、これもその三味線のネタによってもちろん入ってないのとか、ここも凸凹がないのとか、いろいろそのランクによって金で音が良くなる。これはなんかその日本の独特のものでなんかその見えないところにお金をかけるみたいなこともあると思うんですけども、 あとこのほぞって言いまして、この刺さるところをまあきっちり収める精度を高めるためみたいなのもあると思います。なんか見えないところにお金かけるみたいな感じも変な話じゃん。それハウマッチ商売用で使ってるのって150とか200とかぐらいですね。そんなバイオリンとかから比べるとまあちょっとね安いですけれども、バイオリンってもっとするの何億ですよね。あちらのいい作品だけど、そうか、ストラいいなんとか。三味線っていうのはどんどん減っちゃう楽器なので、僕たちこう弾いてますよね。で爪で押さえますから、どん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 この木が減ってきまして、でこのよくまあ今日は我々かな、近づけてみご覧にねいられないんですけれども、もう竿の表面にこの爪の跡がどんどんついて、一丁の三味線を1年使ってると、もうこの絵がもうちょっとこうくぼみができてくるぐらいの。職人が不足してるってテレビで言ったの、三味線作る人。そうですね、やっぱり三味線屋さんも減ってますね今。じゃあ皮とか弦の絹糸は途中で演奏中に切れたりとか破れたりってあるんですか？あります。はい、糸は今日は今僕は3の糸、一番細い糸っていうのは一番まあ使う率が多いんですけども、今それも合成でテトロンの糸、釣りの手ぐすみたいなのがあります。でそれをかけるともう多分1年ぐらい切れないんじゃないかっていうような糸が今出てまして、で今絹糸を触るとやっぱりなんか違うなっていいなと思いますよね。じゃあ演奏中にね切れちゃった時なんか違う三味線、予備の三味線を出してって感じでやるんですか？糸をこの糸巻きの中にちょっと余分に巻いてあるんですね。それを伸ばして切れたところまで伸ばして。これお二人でリハーサルってどれぐらいされたの？すいませんほぼやってくれた。プロは必要ないんだって。いや全然そうなんですけど、ちょっと時間が一緒に合わせられる時間がなくて、ね、やっぱその組み立てる時は今の順番の逆で、すごい、
見えないとか。それもなんか楽器作るとかいろいろ無駄なもう金貨の切り場がありまして。ここで音が。キヌイトってもういくらでも伸びるんですよ、これ。あの、まあ、これで、まあ、こんな音に合わせて、これを伸ばすと、こんな音まで伸びちゃうんです。で、これをもう狂いがギリギリなくなるまで、まあ、僕たち楽屋に1時間ぐらい前に入って、あの糸を伸ばして、っていうのがまず毎日の、あの仕事の始まりですね。チューニングはい、なんですね。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。私はこの動画で拝見しますので、楽しみにしてます。